皆さんおはようございます。引き続きまして、日本の日銀の去年の12月の政策決定会合で決まった10年ものの国債の利回りの上限をですね、0.5%、0.25 から0.5% に切り上げたということで、事実上、これが市場金利を押し上げるということになっているわけであります。一方、黒田総裁は、これは利上げではないといった手前上ですね、市場の金利が上がるのを何とか抑えようということで、従来から、頑固というんでしょうかね、従来から日銀が進めてきた金融緩和、日本以外の先進国は金融緩和の正反対の引き締め政策をやってるわけなんですよ。で、日銀だけですね、もうまさに正反対の金融緩和をし、その金融緩和を縮小するどころか増大化していくというんですから、もうこれ現代未聞の話ですね。私もヨーロッパ、アメリカにも経済の専門家、いろいろ友達もいますし、いろいろ頼まれて講演をしたりなんかもしてますけども、いろいろそういう経済市場の専門家は多く知っておりますし、よく連絡を取っているんです。もう皆さん口を揃えてですね、黒田総裁っていうのは何を考えてんだというふうにですね、皆さんおっしゃってますね。日銀の総裁をされる前はアジア開発銀行の総裁、その前は財務省の財務官というですね、トップだったわけですね。したがって市場のことも、あるいはこの経済のことも黒田総裁ほどよく知ってる人はあまりいないはずなんですね。権威だけではなくて、それだけのですね、知識、そしてまた経験というものを積まれてる方なんですよ。で、その方がですね、先進国が全部利上げをしている時にですね、その正反対の緩和政策をして、その緩和をですね、増大させるっていうんですから、もう本当、正反対中の正反対、これがですね、日本の通貨円の大御所、円の発行権、自由裁量権を持っている日銀の総裁のなされたことなんですね。で、さすがにですね、圧力が確かかかったと思いますよ。インフレ、世界中がインフレに取り組んで、この引き締め政策をやってるのに、日本がその正反対の緩和政策をして、その緩和を増大させるっていうのはどういう神経だという圧力は、黒田総裁にあちらこちらからあったと思いますね。そこで今回の措置、すなわち長期金利、10年ものの国債の利回り、イールドっていうんですが、この利回りの枠をですね、0.5% まで引き上げたと。結果的にはこれは市場金利を押し上げるということになるわけですね。そうするとですね、まずいということで、それを相殺させるためにまた金融緩和をですね、増大させるということなんですよ。日銀が国債を買うのは直接は買えないんですね。そういう法律がありまして、直接は買えないんで、間接的に買うわけなんですね。どうやって間接的に買うかっていうと、日本の市中銀行が日本の政府発行の国債を持ってますから、それをオークションにかけるんですね。売るためにオークションにかける。で、そのかかったものをですね、市中銀行が持ってる国債が、オークションにかけられる。そして売り出される。それを日銀が買うわけなんですよ。本当はですね、財政ファイナンスと言いまして、国がお金が必要で、国債を発行したら右から左にですね、中央銀行、日銀が買うという、そうしてるわけなんですが、そうするとですね、法律に触れるということでですね、国君の策というか、常識というか、とにかく、この国債が売られるオークションでですね、市中銀行が国債を売る。それを日銀が買うということで、直接政府の国債を日銀は買ってはいませんよという形だけ、そういう形にしてるんです。もう日本のことを外国の人がどうしても理解できないのは、本当にね、この本音と建前っていうんですかね、形は、もう西洋と同じなんですよ。アメリカ、ヨーロッパと同じなんですよ。ね。そして中身は正反対なんです。ね。こういう国はちょっと世界中どこ探してもないんじゃないですかね。いい悪いは別としてユニークですよ。
ね、どこにも比較するところがない。ただ一つユニークなんです。まあそれはそれとしまして、そういうわけで財政ファイナンスっていうんですが、事実上の財政ファイナンスをする。すなわち国債を買って資金を市場に入れることによって通貨の価値を下げる。そして実際は 0.5% まで10年物の国債の利回りを上げて、そしてマーケットの金利が上がってくると一方で日本の国債をしかも差し値注文ね、でしかも 0.5% まで利回りを上げたわけです。10年物の利回りを上げたわけですから、今度は日銀がですね市場で買う時も差し値注文で 0.5% なんですよ。ね、まあ実に巧妙というか、よく考えられたことなんですよ。こういうその見た目はこうだけど実際はこうだっていうようなことをですね、やるのは日本が一番得意なんじゃないですかね。得意なのはいいんですが、アメリカなんかは FRB の理事さんがああとかこうとかいろんなことを言ってですね、それによってこれから先、次の金融政策決定会合 FOMC では次は多分こういうふうにやるんだなということをですね、事前にこのいろいろ講演会とか記者会見とかインタビューとかそういうところでですね、こういろいろ小出しにしてですね、こうしますよとは言わないんですが、まあいろんな話をしてですね、市場がああなるほどな、ではこうなるんだなっていう、これをすなわち中央銀行とマーケットの会話っていうんですよね。これがちゃんとアメリカもヨーロッパもうまく行われてるんですね。日本は会話ゼロね、一切日銀は市場と会話はしない、もう断絶してるんですね。で、前にもちょっとお話したかもしれませんが、なんで断絶してるんだという、まあ、根本問題があるんですけど、これは、やはり、日本の官僚、役人の、まあ、魂みたいなものがあるんですよ。すなわち、役人にしてみるとですね、自分たちはお上だ。ね。そして、市場に携わっているものも、銀行も、投資家も、国民も、それは、下々だ。ね。下々にいちいちですね、ああするこうするなんてヒントを与える必要なんかないんだ。やるときドンとこうやればそれで終わりだ。ね。民はよらしむべし、知らしむべからず。これがですね、日本の役人さん官僚の精神なんですよ。それがためにですね、アメリカ、ヨーロッパなんかでは政策決定会合の前にヒントになるようなことを理事さんたちが話して、そしてそれによって市場を株価が上がったり下がったりしながらですね、それに合わせていくね。だから中央銀行がやりたいこともスムーズにこの実行できるわけなんですよ。ところが日本の場合はご存知の通り、10年物の国債の枠を 0.5% まで上げた途端に株価は暴落ね。それから長期金利は売られてですね、大阪の証券取引所で、一時取引を停止するというようなことまであったんですよ。これはもう全く中央銀行と市場、日銀と市場との会話がない、断絶しているということの何よりの証拠なんですね。そういうことをいくら言っても、まあ、例は悪いかもしれませんが、白人に黒人になれと言ってると同じことで、できないものはできないんですよ。だから日本の役人というものはですね、役人さんはアメリカの役人さん、ヨーロッパの役人さんにはなれないんですよ。もう生まれた時から、あるいは役人になった時から、もうそういう風な色に染まっちゃってるんですね。だから私がいくら会話がない、会話をしろとこう言ったってですね、それは全く無駄な話なんですよ。だから、我々はですね、そういう、その、日銀というですね、お上のもとにですね、我々は生活をし、ビジネスをし、あるいは、投資をしているというふうにですね、まあ、今年は新年のご挨拶ではありませんが、新年早々ですね、そういうことを一つ頭の中にしっかり、入れておいていただきたいと思いますね。そうするとこれからいろんなことが起こって日銀がとんでもないことをするでしょうけども、それに腹が立たなくなるじゃないですか。ね。
もう何事についてもですね、いちいち腹を立ったらもう損をするのは我々だけですから、もうどうしようもないんだと。だからもう何をしようと、そんなことを我々が気にする方がおかしいんだというぐらいにですね、もう日銀であろうと政府であろうと、もう頭から無視して、ああそうですか、それは良かったですねというふうにするのが一番幸せなのではないかななんて、年の初めに思っている次第であります。まあ皆様方の中にはそういう馬鹿げたことを言うなと、私のことをお叱りくださる方も多々いらっしゃるとは思いますが、まあ、私みたいなおかしな人間が元旦早々、年明け早々妙なことを言っていたというふうに思って、おいていただければ幸いであります。今日はこんなところで終わらせていただきます。本年もいい年をお迎えいただきますように心からお祈りをいたしております。